どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね、さあちょっと今日漫画ちゃんなんですけど、うん、あの急遽、本当に今急遽撮ってます、うんうん、あのね、うん、マジでこの漫画読んでほしいっていうのが、うん、もうさらに最新で来たんで、うん、もうこの熱のまま話した方がいいと思ってるんで、うん、ちょっと編集は軽めかもしれないんですけど、はい、ぜひ皆さん最後まで読んでいきたい、はい、見ていただきたいんですけど、はい、ダンダダンって皆さん見ました？ダンダダン酒場は知ってますよ。ダンダ、そうなのよ、同じ響きなんだけど、確かに餃子のね、餃子の酒場の話別に漫画ちゃんでしないんだよね。違う、漫画でダンダダンって漫画が始まりまして、うん、これジャンププラスなんですけど、うん、今現時点で撮ってる段階でまだ2話なんですよ、うん、もしかしたらこの動画上がってる時にもうね最新話上がってるかもしれないんですけど、ジャンププラスってね、皆さんね知ってると思うんですけど、アプリで読めるやつですね、うん、そこでもう2話なのに、うん、おー面白いってなるマジで、あのやっときたか、こういう令和の爆弾漫画。なるほどね、そんな面白いんだ、めちゃくちゃ面白い。どういう漫画なの？完成度がまず高すぎるんですよ、うん、まあ、ちょっとどういった内容かって話す と、うん、まあ、主人公がね、男の子と女の子なんですよね、うん、で、まあ、男の子はまあいじめられっ子で、ちょっとネクラで、うん、で、まあ、要は石とか投げられるとか、うん、あのクラスでもいじめっ子、うん、で、だけど女の子のはすごく気が強くて、うん、まあもう何体術というか強いというか、まあ本当に強い、見た目通りというか、うん、で、まあ可愛い、うん、で、まあある時からそのいじめっ子を守ったわけ、女の子、うん、で、そんな中ちょっと仲良くなって、うん、で、男の子の趣味、オカルトなのよ、うん、いや、UFO とか、うんうん、都市伝説、うん、めっちゃ好きなの、うん、で、女の子はそんなの絶対信じない、うんうん、で、今度女の子の趣味、お化けなのよ、うん、お化けは信じて、お化けが絶対いるから、うん、でも男の子、絶対信じない、お互いがだからそのまずね信じ合ってないわけ、うんうん、UFO なんてないでしょっていうのと、うん、UFO めっちゃ好きで、お化けがあるでしょ、お化けめっちゃ嫌い、あの信じない、うん、じゃあお互いかけようと、うん、男の子の方は、うん、トンネル行きました、夜中、うん、やばいって言うとね、うん、女の子の方は UFO とかやばい宇宙人が出る、うん、病院に行きました、うん、いざ行きました、うん、両方出た、うん、本物のお化けと、うん、本物の宇宙人、うん、で男の子の方にはターボババアっていうめっちゃ足浅い速いババアが出たで、ターボババアに追い抜かれちゃうと呪われちゃう、うん、で呪われると、うん、もう気がつくと気抜くとターボババアになって、うん、ちょっとあの下ネタなんだけど、うん、しゃぶらせろやってなっちゃう、うん、でもめっちゃ強いターボババアだから、うん、もう瞬発力もすごい強い、うん、で女の子のは宇宙人にさらわれちゃったの、うん、でどうしようどうしようってなったら男の子がそれを助けに行く、ターボババアの力を使って、うん、で結局最終的にはそこはまあ倒したわけよ、うん、倒したんだけど、でもその何、女の子の方は、うん、あの念能力が使える、なんでかっていうと、おばあちゃん霊媒師だったの、うん、で霊媒師のおばあちゃんからなんかずっとこうやって歩きなさいって言われてたの、ずっとこうやって歩ける、でもそれが嫌で結局いじめられてたの女の子の、うん、なんだけどこれが実は念能力を出すパワーだった、でこれやってなかったら、うん、宇宙人とか普段襲われてた女の子、でもこういうことによって念力が出て、パワーが出て、そこで宇宙人とか倒せる、うん、でお互いスーパーパワー持って、うん、でもお互い持ちつ持たれてた、男の子の方は女の子がこうやって押さえてないとターボババアになっちゃうから、うん、なんだけど2話、それが1話で終わって、2話でターボババアの力を押さえつつ戦うっていう、うん、反ターボババアでめちゃくちゃ強い宇宙人を倒した2話 で倒し方もすごい頭を使って結界から出てとか、うん、結構細かくなっちゃうんだけど、この先めちゃくちゃ面白いですね、まあ、大体あらすじ、まあ、2話までなんだけど、うん、とにかく何がすごいかって、もう絵がうまい、うん、なるほど、伏線の針もえぐい、でこことかただね、最初はほのぼのエピソードだと思ったら、うん、私もいじめられてるなって、うん、で、後々そのおばあちゃんに言われたことを思い出したらポワーって力出るとか、る2話なのに完成度がまず高すぎる、めちゃくちゃ面白いです。でもケイセちょっと、うん、ちょっとね、お化けとかなんで結構ゾクッとするね、あーそれは無理か、絵が上手すぎて、うん、もうゾクッとする、ビビっちゃうんだ、ビビっちゃう、それは無理だわ、ダンダダン残念でね、これでしかも、そこのあのめちゃくちゃ冴えない男の子に、うん、ちょっと恋しちゃうんですよ、誰が、女の子が、おう、なんでなんでかっていうと、もうここの伏線もちょっとこれね読んでほしいから、これはあんまちょっと言わないわ、まあ、なんかいわゆるタイプだったの結果的に、はいはいはい、もうね、そのなんかね胸キュンもあんの、ターボババアと取り合うんだ、ターボババアとは取り合わないターボババアすげえややこしい、だからあの力をどう今後使ってくるかってすごい気になると思うんだけどまあそいつの力なの、じゃあね、まあターボババアの一応、あ、そうだね、一応そいつの力、コントロールできるの、自分でできない、女の子がいないと、まだ、なるほどね、で2人1組なんだ、そう2人1組、絵がマジでうまい、もうあのねちょっと専門用語だけど、パース、いやまあ遠近法ですよ、
あの遠近法のこの描き方がもうえぐいと思う。これアナログで描いてるらしいんですよ。あのデジタルのあれじゃなくて、うん、マジで飛び出てるかのような感じなの。なるほど、 3D だ。 3D の感じ、はいはいはい、ただ見て平気。ターボワバ、ターボ、ターボワバです。これターボワバ、ガンツみたいなね。あ、そう、よく言ってくれた、うん、ガンツみたいな、ね、それ言おうとしたの、ね、あのマジで、ね、青年版のがあれガンツ、青年版じゃない、うん、少年版ちょっとガンツ。なるほど、うん、そうで、かつあのオカルトっぽい感じもするし、うん、ちょっとこれとかすごくない？パースっていうか、その要は遠近感、遠近感よくない？でもちょうど存在感が奥に宇宙人があるっていう。あぶらぶらいや、でしかもこれはね、あのびっくりしたことに、うん、チェーンソーマンの、藤本先生のアシスタントさん。だからあの今そこを担当されてるのが林志平先生、林志平さんっていう編集の方なんだけど、うん、林志平組が多分俺も大好きだ。あ、地獄楽もそうですよね、確かね。そうなんだ。っていう、だからそのチェーンソーマンの編集者さんが見てる漫画が多分ドハマりになった、うん、なるほどね。ターボババアがね、ターボババアに呪われちゃいましたと。もうこんなほら半分ターボババアで、この力でね、宇宙人のところに来てめちゃくちゃ面白いですね。多分これまだ2話、今現段階で動画上げてる時点で分かんないですけど、現段階でまず2話なんで、うん、もうこの完成度高すぎますね、この2話、うんうんうん、絵もうまいし、うん、いや迫力もえぐいっすね。でうまいし、伏線のあれ方も完璧だし、うん、壮大だし、うん、非日常だし、うん、でちょっとエロというか、そのね、女の子が服はだけちゃうみたいな、うん、そういったのもあるし、ケイさんも嬉しいわ、それ嬉しいわな、ちょっとあの第1話はね、もしかしたらちょっとね、嫌な人は嫌かもしれないんだけども、うん、表現方法として。なるほど。まあ、でもまあ そこを除いてもね、やっぱ作品としてのクオリティがめちゃくちゃ高いね。あ、やっぱね、少年誌版ジャンププラス版ガンツというか。なるほどね。エロすぎず、うん、グロすぎず、うん、もうね、このエンタメとしてすごいな。いや、これが令和ですわっていう。令和来たね。あ、そう。あ、ほんとだから、チェンス、うわ、もうこの絵がね、とんでもなくかっこいいと思う、ほんとに。2話の、あの、うん、すげえ力が溢れてくるぜと、ここの迫力がね、たまんないですね、うん、めちゃくちゃ面白い。で、敵の能力もね、第2話で出てくるあのエイリアンが、宇宙人が、うん、なんかもうこういう四股踏んでるやつなの、うん、で、どうやって倒すのみたいな、うん、もう急にこうやってやってくるから、うん、でもパッと見お相撲さんなの、うん、だからあれってなんちゃらステージです、もしかしたら手をつかしたら勝てるかもしれませんみたいな、うん、で、2人してなんとか手をつかせるの、宇宙人、うん、で、宇宙人特有のルールじゃん、それ別に、うん、普通だったら死んで殺せばいいのに、うん、じゃなくて手をついたらやられるみたいな、うん、本当にガンツみたいな、ガンツみたいな、そのエイリアンごとにちょっと特性があったりとか。で、これ今後だからお化けの方はまだターボババアしか出てないんだけど、うん、そのお化け系も出てくるんじゃないかな。なるほどね。で、第2話の最後がね、もう今衝撃でやられちゃうのよ、結果的に。まあ、なんとか勝つ、うん、なんとか勝って、うん、力つけるわけ、2人とやばいってなって、うん、でも男の子の方は女の子が倒れちゃうとターボババアになっちゃうわけだからもうターボババアになって女の子を食べようとしちゃっての引きなのよ。次か、もうだ、引きもうまいって何。もうだからその漫画的な意味でも、もう完成度とにかく高いです。多分読まれてる人ね、多分いると思うんですけど、うん、だこの間の、おすすめ漫画ね、あ、うん、げたと思うんですけど、うん、あの後に僕もこれあの連載が始まったのかな、確か撮影の後に、うんうんうん、とんでもないの来たなって思いました。なるほどね。マッハジジー、マッハジジーも出るかもしんないターボババア、マッハジジー出るかもしんない。タイトルがターボババア。違う、ターボババアじゃない、ターボババアじゃない、ダンダダン。そうそう、これもなんか伏線ありそうなんだよね、ダンダダンダダンダンみたいな、ダダンダン。で、多分だけど、まあ、ダダンダンダダンって、そういうことでターミネーターじゃん。だからなんかその SF なのかな、なんかわかんないけど、おダダンダンダダン。それすごいわ。ドゥルドゥルルー ねなんかそっち系の SF でロボット系の話につながってくんのかなとか今あるけど、ダンダダン、めちゃくちゃ面白いですね、これでも連載で描けるレベルじゃないと思うんですよ、うん、絵がね、うん、描けないんだよ、だから描いてないんじゃないか、終わりか終わり。え、プラスは読めるんですか。ジャンププラスで今からタダで読めます。え、全部タダで読めるの。ジャンププラスって全部タダですよ、あの1回目は絶対タダ。あ、そういうことか。そう、初回はただ。ただ2回目行こう、読もうと思うとコインだ、ね、あのコインが必要になったりするから、うん、1回目はただなんです。で、ただね、2週目までは基本ただかな、うん、どの作品も。で、一応火曜の連載なんで、うん、毎週火曜に読みます、ね。読んでもダンダダン。ダンダダン、これマジで、むしろ俺だから毎週考察上げてもいいぐらいだよ。じゃあ上げてよ。上げてよ。上げてよじゃねえよ。上げてよじゃねえ。上げてよ。出たい。さっさとね。いやいや、やばこいつら。すぐ上げてこいつらやばいな、ね、当日に。いや、ダンダダン。せかすんで。せかすか。せかすなよ。月曜はジャンプで、ワンピースで。で、火曜はこれ、これ。えぐ。いいじゃん。で、あと、チェンソーマン第2部始まったら、それもあげたいぐらいだ、それも。あげろよ。え、チームメイトだよね。同じ仲間でやってんじゃねえか。さっさとね。さっさとじゃねえんだ。
だからすぐ上げるんだったらすぐ上げたいのよ、マジで。上げて。いやめちゃくちゃ面白いっすね。いやパーツの絵がねすごいと思うな、うんうん、しかも邪魔な線がないんだよね、そんで思って、ね、絵がうまいかつ迫力のためのその線が多すぎないというか、もちろんいろんな先生いらっしゃいますけど、ジャンプの絵を描く本みたいなの出ましたもんね、うん、そう、あ、漫画家のね、うん、あれももう買って、俺まだ読んでないけど、そう買ったもんだけど、そうなんですよ、ね、パーツっていうかその遠近のね描き方がねやっぱり本当にすごいと思うな、飛び出てんだよね、今から勉強したら、うん、ね、慣れるかもしれないんじゃないですか。だから俺ら漫画家目指してたから1年ぐらいガチ勉はしてた。やれよじゃねえよなんだこいつやばやばなやつだはい、まあそんな感じですかね、ちょっとまああれなんで、なのでぜひね、あのジャンププラスで、うん、ターボババを、そう、ターボババを次回ダンダダンをダンダダンをちょっとね、盛り上がっていければなと思います。ジャンププラス、そうだわ、あれ読んだよ、ちゃんと。ん、怪獣28号怪、そんないない、そんないない8号、うん、読んだ、超面白い、超面白いっしょおもろかった、昨日寝る前にちょっと、あ、そういえば言ってたわ、うん、読んでみた、全部読んじゃった、全部読んじゃうでしょ、うん、怪獣8号もね、引きがうまいんだよね、とにかくね、最後のページの次につなげる、うん、最近のジャンププラスすごいね、めちゃくちゃ面白い、本当に、うん、すごいな、すごい回しもみたいになってるけど、いや、全然、なんか案件でもなんでもないただただやってるだけすごい、本当にだから、うん、また化け物漫画来たなって感じ、うん、まあ、ちょっとまだ2話なんで、うん、ジャンプの作品って2話乗り切れるかどうかって結構大事で、そう、一番最初見てもらって、で2話の展開によって次が決まるんですよ、なるほど、実はなるほど、2話がバチおもろいんで、なるほど、だからもうルートで言うと、もうああこれはいけるっていうルートなんですよね、多分その漫画ジャンプ読んでる方からしたら、なんでだから今後の展開が本当に楽しみ、うんうんうん、期待値はとにかく高い作品だと思います、うん、はい、はい、そんな感じですかね、うん、はい、というわけでぜひ読んでください、はい、ちょっとまたこの動画これだったらね、ほんとやっていくんで、ぜひマジで考察上げてね、上げますんでぜひグッドボタンお願いします、めっちゃこれだったらやりますんで、よろしくお願いしますはい、そんな感じでした、はい、それでは楽しみましょう、ありがとう。